こんばんは。こんばんは。どうもどうもどうも。こんばんは。今日は福岡に行ってました。福岡でイベントでした。ちかっぱ祭2023、ありがとうございました。ただいまです。本当今つい今帰ってきました。つい5分前ぐらいに帰宅しました。バスで帰ってきたら酔っちゃいました。お疲れ様。こんばんは。今日は STU の公式 YouTube でダンス動画が3つ公開されてるんですけども、もうチェックしてくれてますか？まだの方はぜひ寝る前とか明日の朝の移動中とかそういう時に見てみてください。見てください。こんばんは。そう、あの動画リリーベの日に撮ったんですけど、だからあの日は、いや、あの日朝からずっと踊ってて、そうで朝体調悪くて そうなんですよ。回復して無事に撮れました。全部で何回ぐらい踊ったんだろう、20回とかかな、分かんないけど、結構何回も確認とかで踊ったりしていっぱいいっぱい撮って、でまず定点カメラバージョン、撮影が OK 出たらドローンバージョン撮って、ドローンバージョン終わったら iPhone で、クリエイトボーイさんが iPhone で撮ってくれるバージョン撮って、でその後リリーベでまた踊るっていう でもリリーベはマイクバージョンみたいな、動画はマイクなしバージョンだけどリリーベはマイクだよみたいな。20回は嘘かもしれん、分かんない、もう何回踊ったかとか覚えてないけど、いっぱい朝から、そう、いや20回か分かんないです でいっぱい踊りました。20回は嘘かもしれん。こんばんは。ただいまです。今日は福岡に行ったので福岡の差し入れもらいました。あまおういちごグミと、これももらいました。差し入れのとこにこれが置いてあったの、やばくないですか？これが差し入れのとこにあって、カレー鍋のつゆ これを持ってね、今日ケータリングだったんよ、ご飯が。でクリームシチューとか明太子があったりして、いっぱいご飯をお盆いっぱいに持って、これも一緒に持って行ったんで、楽屋に。したらメイクさんが「え？それも差し入れ？」みたいな、びっくりしてて、いやこれはびっくりするよね。そう、これをいただきました。福岡の会社だからみたいです。福岡の会社が出しているカレー鍋のつゆをいただきました。そして差し入れのお菓子と、そして湯浅さんのお茶屋さんのお茶もらいました。レッドルイボスとリコリスだって。リコリス初見です。楽しみです。最近もあったかいお茶がすごく助かるので、寒すぎて。とってもとっても嬉しいです。大量にあったの。あとね、いちごのタワーがありました。カップに、1つのカップにいちご1個が入ってる、あまおういちご1個が入ってるカップがいっぱい山積みにされてて、タワーになってました。湯浅さん、いや湯浅さんお会いしてないですよ。湯浅さんは来てないと思います。わかんない、来てたかわかんないけど、湯浅さんの会社がちかっぱさんの提供を今回してるから、ね、
だから差し入れが来てました。 PR 部隊が岩瀬さん担当とかではないです。こんばんは。ノイミーさん、ノイミーさんね、お会いできなかったんですよ。しかもステージも見れなかった。ノイミーさんが舞台袖スタンバイしてるとこを遠くから廊下のもうめっちゃ端と端で見ました。あそこにいるの絶対、あのポニーテール絶対永田しおりさんだと思いながら、でもあかりんさんがパセリ行け行けって行ってあげって言ったけど、あかりんさんはね仲良しのメンバーがいまして、そうミルテンさんとあかりんさん仲良しだから、あかりんさんのインスタに登場してるんですよ。本田美由紀さん、そうなの、まあもともと仲良しだからね、お友達同士なので。あそこで小木花さんと千穂さんは今度舞台で共演するんですよ。だから私は一方的にファンなだけだから言ってません。スマホケースに今日もさ、この挟んどったけどお会いできなかったです。またいつかね、またいつか話せますように。でも2年前の福岡が初めて会った場所なんですよ。初めてお会いした場所がそこです。結構もう今日はひゃーって感じです。移動中もずっとドゥームズデーしておりました。移動中ドゥームズデーしとったんやけど、新幹線でさ、あのトンネル入るたびに途切れて途切れ途切れだった。そうなの、明日はね、あのラジオの生放送があるんですけど、あのなんと奈々さんがゲストなので、よかったらお便り送ってください。明日は、明日の恋ラジは普段は木村彩子さんと私とアナウンサーさん、日替わりアナウンサーさんとゲストの方が毎回日替わりでいろいろ広島に関するゲストさんとかスポーツ選手が来たりするんですけど、明日は私とソラハさんも出ます。そう、木曜日担当のソラハさんも出るし、ナナさんもいる、 SDU 関連3人と木村彩子さんとアナウンサーさんです。テーマは、テーマなんだっけ、あ、肉、肉です。テーマ肉に関するエピソードを送ってください明日のお便りテーマ肉なので、いい肉の日にちなんで肉らしい。明日は27日だけど、木曜日が肉の日だから、あ違う、水曜日が肉の日だから、テーマ肉です。ひき肉です。肉で送ってください。肉肉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 。リクエストもさ、リクエスト曲も肉に関する曲にしたけど採用されるか分かりません。あと STU の新曲もリクエストしてます。どっちが採用されるかはスタッフさん次第ですナナさんの曲も流すと思うので、冒頭の曲紹介がスタッフさんセレクトで肉の曲になるか10枚目になるか決まります。肉、こんばんは。今日はね、そんな長く配信しないかもです。ちょっともうひょろじゃない、ヘロヘロです。今日はまた後日ゆっくりします。ギフト用も、ギフト読めてない、最初から。しんいちさんお疲れ、さとこさん、スプラッシュスターじゃなくてスプライトじゃなくてサマーサタバサじゃなくてスターダスト、スターダストありがとう。西さんお疲れ、サッタンハート、おみかんさんお疲れ、ぼんやりさんお疲れ、
しんいちさん、スターダスト、福太郎さんお疲れ、 NT さんペロペロキャンディ、おみかんさんありがとう、スタンプありがとう、アルテミスさん、スターダスト、谷くん、ハート、カズさん、マリオ2さん、ハートありがとう、テキサスのロンスターさん、ダルマ、あっちゃさん、かわいい5個、マルさん、チンさん、スターダスト、しんいちさん、回復薬、サゴーズさん、ラブレター、ふくちゃん、アイスありがとう、サゴーズさん、マルさん、ダルマ、大吉さん、ハート、マクールさん、ガトーショコラさん、スターダスト、しゅんぼうさん、まるさん、ハート、しんちゃんさん、スターダスト、めぎたびっぽさんもスターダスト、あっちゃさん、天使ありがとう、天使、ろう人形さん、こばん、メロンのあそこさんお疲れ、スカイホエールさん、らくさん、スターダスト、シェンさん、ハートありがとう、カメさん、シシありがとう、シシ、シェンさん、ハート、メロンのあそこさん、天使、ラグさんも天使ありがとう、コウさん、お疲れ、サンちゃんだよ、シンイチさん、ハートありがとう、ベンジャンスイズマインさん、スターダスト、アンバーさんも天使、アラキチさん、ハートありがとう、フレーベさん、ハートとラブレター、ダーソクさん、なんだっけ、スターダストシュンさん、スターダスト、クロさん、お疲れ、カズキさん、スターダスト、コウジさん、スターダスト、ありがとう、ヒロさん、天使、サワッチさん、スターダスト、シンイチさん、スターダスト、スプマンドさん、天使ありがとうございます。うん、全然追いついてないじゃん私。アキモさん、スターダスト、 BD マンさん、ハート、カズヤさん、お疲れ、コウジさん、レインボースター、デンデラリューバ、ジロくん、お疲れ、クロさん、サトコさん、森健銀河さん、カズトモさん、モリモリさん、スターダストありがとう、トモッチタン、レインボースターありがとう、火曜日のルビーさん、クマ、コウさん、お断りです、トモッチタン、アイスもありがとう、助かるよ、わわわさん、お疲れ、ココ、三浦さん、かわいい、うっかりあんこさん、お断りです、マルシさん、ペロペロギャンディ、ヒカルさん、フェアチャイルドさん、ハートありがとう、そらそよかさん、いもけんぴさん、谷本かのんさん、スターダストありがとう、わあ、コカジアさん、お断り、さとこさん、レインボースター、おみかんさん、天使、トッキーすでにお寿司さん、とうとうありがとうございます、あ、ギフト追いついた、お待たせしました、皆さんありがとう、ギフト、リレイヤーさん、スターダストありがとう、こんばんは、こんばんは、こんばんは、スターダストって忘れちゃう、あおりよかった、本当さっきもコメントしてくれてた、ありがとうね、あおりよかったよってコメントさっき見たのに読めてなくてごめんね、あおりは今日は落ち着いて言うのと博多弁を入れることを意識しました。あのね、前に夏かなんかに PR 舞台のステージで STU48 瀬戸内バージョンのあおりをした時に尺が余ったんですよそれで合流できなくて、みんなが今後ろでどこを踊ってるか分かんなくて、7人バージョンとかセンターだったのかな、7人バージョンは三角形で始まるんよ、6人バージョンはね2列で始まるんだけど、7人バージョン頂点で始まるから、その時に頂点で煽った後、今後ろで誰が何を踊ってるんだろうってわからなすぎて、去年かな、なんかの時にねそれになったから、それにならないように楽屋で尺と煽りの計算をちゃんと入念にしたけど、あのやっぱねフェスとかって STU のファン以外の方も多いので緊張しました。秋もさん、ハート、ミッキーさん、
ペロペロキャンディ、よしひろさん、レインボースターありがとう。ストリはメンバーのリクエスト、いやメンバーのリクエストじゃないよ。ストリは何も決めてないよ。陣内さん、アイスありがとう。黒さん、バラありがとう。アルテミスさん、ダルマありがとう。台湾ジョジョさん、ラブレター、メロンのあそこさん、ハートありがとう。そう、笑顔のチャンスフル久々すぎて、今日の朝レッスンがあったんですけど、みんな、あ、フル久々だってなって、フルとワンハーフ振りが違うんですよ。あの、この目でじゃない、いくつもの赤があるってこの目で見て知ったよなんですよ。1番はこれなんだけど、2番はグーなんだったりとか、そう、サビ終わりも1番はこうなんだけど、2番はなんか波みたいな、なんか振りが結構違うとこが多くてみんなでああじゃないかこうじゃないかって言って動画を確認したりしてやりました。そう、ソラハさん、今週声ラジ月水木出ます。そうなんよ、もともとは明日見学で来るつもりやったらしいけど、なんかそう、マネージャーさんとソラハさんは見学で行くつもりでいたけど、出演者側になっとったらしい、気づいたら。だから明日も出てくれます。月水木ソラハさんです。ぜひ声ラジ、ラジルラジルで無料で全国どこでも聞けます。山さん、スターダスト、しんいちさん、ペンライト、林藤代さん、お疲れありがとう。そう、あおりさ、そうぴったりのはずがちょっと押しかけたんですよ、歌に入りかけたから、そこちょっとシュッてやって間に合わせました。やっぱバレとったか、バレてたのね。そう、ピアル舞台ね、ずっと、ピアル舞台いいですよ、先輩たち。なんかもう先輩と、私は後輩のみなんですけど、1期生ドラさん2期で一番後輩のみだけど、先輩たちもすごく優しくて、あの、それぞれがそれぞれの世界に行ったりするから、なんかもういい、過ごしやすいです。みんながみんな自分のことしてる感じがしてもう音楽を聴く人は聴くみたいな、もうそんな、メイクをする人はする、寝る人は寝るみたいな、そのちゃんともうなくなってて、あと同期のメンバーがいるっていうのもとても心強いし、その同期が初期から仲のいいサーヤンだからより居心地が良いです。だから一生終わらないでほしいです。お願いします。レネさん、お断りです。ケイスケさん、スターダストありがとう。スカイホエールさん、ハートありがとう。アルさんもハートありがとう。ね、本当に可愛かった。サラン髪切ったんですよ、あの人。もう可愛い、可愛いですよ。とっても可愛かった。写真をね、あの、パサーンって、パサン写真撮ってとか言ってくれるんだけど、いつも撮ってる時に、あの、心の中の高尾さやかオタクが暴れだしそうだった。もう可愛かったです。しかも身長的にさ、上目遣いになるわけですよ。で、やんちゃんとさ出かけても、隣同士で横向きで歩くことが多いから、写真撮るときぐらいしか表面にならないのね、普段。だからさ、あ、こんなんもうお渡し会に行ったファンの方とかもうやられっぱなしやろうなと思いました。うん、今日はパサンだった。パーコの時もあるけど今日パサンでした。しかも、ね、今日サイアンがね、サイアンね、今日ね、あのケータリングとか納豆があったんですよ。納豆、あの、元気くんみたいになったあるじゃん、ちっちゃめの小分けの、
納豆を急に持ってきて、パさん納豆好きって言われて、え好きだよって、これアイスクリームの柄だからって言って、私の分の納豆を持ってきてて、ケータリングのとこから楽屋まで自分の分の納豆と私の分の納豆を握りしめて追ってきてくれて、そうでも私その時もご飯食べ終わってたからさ、うーん絶対荷物が雪崩を起こした、今日の遠征荷物たちが玄関で雪崩を起こした音がした、後で直します、絶対にそうだよ、見えなかった、ドア閉まってたねえ、雪崩の音、そう納豆見ますか、納豆持ってくるかな、ソフトクリームの柄の納豆だったんですよ、それで雪崩も直そうかな、あ違った雪崩ってなかったです、雪崩じゃなくて上着が落下してました、かけてた上着が落下してるだけでした、これこの納豆サヤンが私にあの持ってきてくれた納豆、このアイス柄で私を思い出してくれたらしい、全然元気くんって名前じゃなかった、パワーキッズだった、私このキャラクター元気くんかと思ったら違いました、パワーキッズ、まあ意味は同じ、そうこのこれくれたよ、くれたっていうかケータリングから持ってきてくれた、でもなんか開いてた、今さ見たら開いてました、怖い怖いよ、開いてたよ今、明日食べようかな、これ24年の5月まで持つ、来年まで持つけど、あ冷凍時で5月まで持つけど、ちょっと開いてたから明日食べなきゃいけん、食べます、えこれ見たことないですか、あ熊本だって、丸宮、丸宮って書いてるよ、えこれ結構スーパーで見ませんか、九州だけかな、私これ結構見慣れてます、うそ初見ですか、熊本って書いてた、ともっちたんスターダストありがとう、これがあの何個かくっついてるの、ここに何個かくっついてて、スーパーに売ってるやつです、お太宰府天満宮、え梅ヶ枝餅さ、博多駅の梅ヶ枝餅も完売ですって書いてあった、梅ヶ枝餅久々に食べたいね、ジャーパングさんスターダスト、としおさんバラありがとう、そう3つぐらいつながってるやつ、そうそれ、でも私また来週も福岡なの来週も再来週も福岡行くので、みんななんか買ってきてほしいものがあったら言っといてでもお金は請求しますからね、パシるだけパシってください、お金は請求しますんで、こんばんは、明日はシャツでカラト市場行く、えいいじゃんカラト市場、楽しんできてね、いい天気だといいね、カラト市場、私はカラト市場2回行ったことあるけど、2回中1回が大雨で、カラト市場ってね海沿いのとこにベンチとかがあって、そこに座ってあの観光客とかがお寿司を食べてたりするんですよ、でもその日大雨だから座れる場所もないから、その室内のお寿司売り場のとこが大混雑だったし、傘とか荷物あるからさ食べるのも大変だし、晴れてる日に行くのがおすすめ、天気悪いらしい、最悪じゃん最悪じゃんか、クーさん小判、トシヤさんバラ、カエデさんスターダスト、ミハヒナさんハート、おみかんさんかわいい、マモルさんスターダスト、しんいちさん小判、ゆうちゃんスターダストありがとう、そう来週スカラ行くよ、スカラエスパシオ行くのやばいよね、スカラエスパシオの裏口から入れるんかな、
岩本エスカレーパシオ表口から普通に入場チケットで入ったことしかないけど、やば。スカレースパシオは私の推しメン駒田博香さんの卒業公演があった場所、スカレースパシオです。 HKT さんの公演、劇場がもともとあった劇場が、あのドームの建て替えとその周りの何あれ都市開発みたいな感じで建物自体が潰れちゃって、劇場もなくなって、その間あのいろんなガスホールとか、 なんかそういろんなね、スカラエスパシオとかいう西鉄ホールみたいなホールを借りて公演してる時期があって、その時によく行ってたのがスカラエスパシオっていう会場なんですけど、来週出演するイベントの会場がスカラエスパシオでした。楽しみです、楽しみでございます。スカラ、スカラエスパシオの近くはロフトがあります。ミニストップもある。私 S2 に入ってからもスカラエスパシオの前まで行ったことあるの。聖地巡礼しようと思って、自分のオタク時代の自分の聖地巡礼やと思って行ったことある。 2,3 回行きました。パセリの推しのノイミーの永田しおりさん、初めて見たけどぶち可愛かった。え、だよね、今日ポニーテールでしたね、めっちゃ可愛かったです。今日の髪型はあのよくね、私ここから編み込みしてここのハーフアップを作る髪型をするんですけど、その時はメイクさんに永田しおりさんの写真を見せてます。でもちょっと今日帽子かぶっちゃったからさ、帰りもうボソボソなんですけど、永田しおりさんのねこれとかかな、こういう時の髪型、多分こんな感じで作ってて、あのノイミーさんのカメ子さんノイミーさんのカメ子さんの写真を保存して、あの髪の毛をね見せてます。後ろから撮ってあるカメ子さんの写真で見せてやってもらってます。こんばんは。スカラで合ってるかも。いや合ってると思う。でも私西鉄ホールも結構行ってました。西鉄ホール、いやでも合ってないかも、推しのチームが違うから。私チーム H 公演によく行ってました。チーム H、 K4 は行ったことないかもしれない。行きたかったけど、シアターの女神とか見たかったけど行けずに行きたいなーのまま終わっちゃった。こんばんは。45分までしようかな。なんか今日は喋り方もたもたしてます。もたもたした喋り方をしちゃうから。あるかな、同じ髪型の写真。ないな。私が持ってる永田しおりさんの名前写真全部おろし髪だった。なかったです。見せようかなと思ったけど、ナッシングでした。ゆうちゃん、天使ありがとう。天使、この天使ギフトはいつまであるやつなんだろう。ミッチーお断りです。お断りです。天使合ってるかもしれません。マリリさん合ってるかな。さ、今日さ、あの HKT さんの周年コンサートあったじゃないですか。周年公演、12周年公演あって、あの6期生の昇格発表があったから7人昇格したんですね今日。だからあの全体の何人ぐらいが、全体で何人いるんだろうと思って、6期生プロフィールをね見てみたんですよ、 HKT さんの公式ホームページから。そしたらすごいの、プロフィールがまず鬼別と、違う、まずチーム別のプロフィール、五十音順、あいうえおのね五十音順のプロフィールで、年齢別のプロフィールで、鬼別のプロフィールとかがあって、もうなんかさ急にさ誰と誰が同い年なんだろうって気になる時あるじゃん。そういうちょっとした疑問にも寄り添ってくれるタイプの
やつでびっくりしました。2期生、私2期生好きなんですけど、 HKT さん2期生があと2人になってた。あんなにたくさんいたのに、 ST の2期と同じぐらいいたのに。山崎さんハートありがとう。カチューさんハートありがとう。鬼別、 ST は鬼別です。でもチームがないからね。 ST は鬼別とユニット別があります。ね、チーム性がないもんね ST。 年齢順とかになったらパセリ一人や、あいことパセやっけ。はあはあバレちゃう。今まで気づいてない人にまでバレちゃう年齢が。HKT の推しメンちゃん昇格しました。おめでとう、おめでとうございます。チーム何ですか。しんいちさんだるま、山崎さんハト、ありがとう。ちかっぱさん楽しかったです。私も楽しかったです。あっという間に終わりました。今回水分補給とかがないイベントが久々だったから喉がカラカラすぎましたカラカラすぎた。夏フェスとかは野外だからファンの方も飲めるようにメンバーも飲むっていう時間を設けるんですね。やっぱメンバーが飲んでくださいねって言ったらメンバーがどんどん歌とか始めたら飲みづらいじゃん。だから客席の方も飲めるようにメンバーも熱中症対策で飲むんですけど、やっぱ夏が終わったからね、しかも室内だしね。みんなちゃんと水分補給してくださいね。喉カラカラだと思う。コールとかして初見の時10代と思った。イエーイ。じゃあもっとお姉さん魅力出せるように頑張ろう。セクシーさを手に入れんといけん。誰かから伝授してもらわないけん。カードリさんスターダストありがとう。今日いっぱい食べ過ぎたんですよ本当に。ケータリングがね豪華すぎて、明太子パスタと、やばかったの本当に。発表します。白米、巨大唐揚げ、明太子、明太子スパゲッティ、牛丼の上の部分のやつ、あと卵とマヨネーズのサラダみたいなやつと、小松菜とツナの和え物みたいな。もう大変、超大変。しかも差し入れでフルーツサンドまで来ちゃったから持って帰ってきました。もうさすがに満腹すぎて、今冷蔵庫の中にフルーツサンド、かっこフルーツなしがおります。たくさんいただいたからメイクさんともわけわけして。さゆっちさんスターダストありがとう。そうたくさん食べました。あといちご、あまおうを食べました。ねえ、そう今日ペダルの時にさ、ペダルと車輪と来た道とおおみたいな歓声が上がって、びっくりした。私なんかの時もあれ聞いたよ、名古屋だっけ、なんかの時この前もイベントでペダルか夢力かなんかで歓声上がったの聞いたけど、なんか新鮮ですペダルと夢力ってやっぱヘスとか定番でやってるじゃないですか。だからそう、おおって言われたとびっくりした。そんな反応もらえるんですかってなりました。って45分なった。本当や、今日はじゃあそろそろお風呂タイム頑張りたいと思います。タイム頑張るぞ。ねえねえねえ、私の一番可愛いところに気づいてる。ストーツのミニマロンさん可愛い、ありがとう。本日は香川県におりました。あれ SKE さんかな、
SK さん今日香川、香川なんかあかりんさんが言ってた、はじめだよさんファイトありがとう。そう今日いい風呂の日って知らんくってさ、もう普通にメールに入浴剤使おうかなって書いたらいい風呂の日だよって書いてたからびっくりしました。じゃあ今日はいい風呂の日ということで、ココアさんにタンプレでもらったやつ使おうかな。バスセット何使おうかな、いっぱい入ってる。ウェーン終わるよ、お風呂入ってズームズデーする。そろそろレベルアップできそうです。私ね、あのね、鎮西鈴鹿さん、私さ鎮西鈴鹿さんを見てアイドルになりたいと思ったっても過言じゃなくて、あの初期から初期のブログ見たことある人いるかな、ノート、 STU がノートをしてる時代があったんですけど、ノートっていうあのサイトのブログ、あのノートにも書いたんやけど、私天才テレビくんを見てアイドルになりたいって最初本当に思ったから、天才テレビくんの推しメンが鎮西鈴鹿さんだったの。だけどね、今ね、そう、あのニャンチューのお姉さんしてるのもね、ニャンチューのお姉さんして今はアイドルとしても活躍されてて、とても嬉しい気持ちになるし懐かしい気持ちになる。そうなんです。では皆さん、トシリはそろそろお別れの儀に入りたいと思います。バーイ。どれにしよう、え、どれにするか決めてから配信終わってもいいですか。決めれないかも。まずリンゴの香り薬用入浴剤クリアイエローの湯、これです。エントリーナンバー1。エントリーナンバー2、発泡タイプ薬用入浴剤リンゴの香り、これです。発泡するらしい、ブクブクなるんだって。え、いいね、ブクブク。エントリーナンバー3、恋する果実と三日月と甘くフレッシュなミックスフルーツの香り、バスソルトに8種の天然由来成分を加えた香りを楽しむバスグッズ、香り重視だとこれ。続いてエントリーナンバー4、フルーツメドレーパウダーバス、リンゴの香りクリアレッドの湯、潤い成分ビタミン C、リンゴ果実エキスで湯上がりは滑らかす肌に、滑らかす肌か匂いに特化したやつか、これは何だったっけ、え、何これ、ちょっと待ってください、初めて見る日本語。温泉ジャポンジャポン、マドモアゼルたちも温泉へジャポン、温泉天国ジャポン、なんだこれ、温泉ジャポンジャポン、ジャパンとジャポンかけとるんか、急になんか親父ギャグみたいな書いてあるこんなにおしゃれなパッケージの、温泉ジャポンジャポン、マドモアゼルたちも温泉ジャポン、温泉天国ジャポン、これはクリアイエローの湯、発泡にしようかな。じゃあ今日はこの発泡タイプにしたいと思います。決まりました、相談したのに自分で決めました。決まり。では皆さん、また今度いつかジャポンにも入りたいと思います。決まったよ、みんなもあったかくしてね。え、本当に書いてあるよ、私が今即興で作ったやつやったらもう発表せんよ、恥ずかしくて。本当に書いてるよ、ほら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 、はじめだよさんお疲れありがとう、ゆっくりしてください、みんなも遅くまでありがとう。明日からまた1週間、月末でお忙しい方もいらっしゃると思いますけれども、元気に体調崩さず頑張っていきましょう。ありがとうございました。では壇上に行きます。13位、ともっちたん、
12位クワドリさん、11位しんいちさん、10位山崎さん、9位おみかんさん、8位わうわうさん、7位かめさん、6位あっちゃさん、5位ふくちゃん、4位阿部ひろしさん、3位よしひろさん、2位火曜日のルビーさん、1位すーゆーちゃん、ありがとうございます。ありがとう。それじゃあ、あ、最後に今日の服装の今日のレッスン着のポイントは、去年の PR 舞台のツアーで、ツアー時期によく着ていた服を着て懐かしい気持ちに浸るぞというレッスン着でした。とっても可愛いレッスン着なんですこれ。 そんな感じで選びました。あと裏肝なんですけど、着すぎて裏肝の裏肝がもう裏肝をしてなくなっちゃいましたけども、あったかいです。じゃあ皆さんおやすみなさい。また明日。バイバイ。またね。おやすみなさい。